皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。神奈川県は川崎で開業しています、桜市会員の沢村です。皆さんは、情熱大陸というテレビ番組をご存知ですかいろんな分野の第一線で活躍している方に、スポットを当て、その方の生き様、思想、 功績等を30分にぎゅーっと濃縮して、えー、紹介してくれるドキュメンタリー番組です。ウイルス学川岡義弘という、えー、会が放映され、それを見て思ったことを今回はお話ししていきたいと思います。川岡先生が民放のこの番組によく出演されたなって私は思ったんですよ。 理由としてはですね、先生は世界で初めてインフルエンザウイルスの人工合成に成功して、ワクチン開発に非常に貢献されている方で、巷に蔓延している新型コロナウイルスの、えー、感染予防対策のオーソリティとして、日本だけでなく世界で最も忙しく活動されているので、まあ普通ならば、この、忙しいからこのオファーは断るのではないかと思ったからです。 次に、情熱大陸という、まあ番組の出演者がですね、まあその時々の話題の芸能人さんとか、スポーツ選手とか、まあお医者さんが多少出てくると思うんですけども、学者肌の方が出演されるということは多くないではないかと。どちらかというと、まあ、スポンサーリ、スポンサーのね、民放なので、 エンターテインメント重視の番組だなと思っていたからです。放映の中で危険区域が出てくる場面がありまして、研究員スタッフの方がどこにここがあるか絶対に特定できないようにしてくれと話していました。この場所にですね、テロリストが侵入してウイルスを奪って拡散したら、まあ、生物兵器になり得るということからだと思うんですよ。 まあ、そしてですね、対処方針諮問委員会っていう場面が出てきまして、かなり深刻さをうかがい知ることができました。まあ、それほどならばですよ、国を挙げて国営放送の NHK が、まあ、緊急特番という形で、えー、日本の、日本国民にですね、もっとアピールするべきだと思ったからなんですよ。まあ、それにもかかわらず、先生がこの番組ですね、 出演されたのは、まあ強い強いメッセージがあったんではないかと、残したかったんではないかと思うんです。まあ NHK では、まあ専門家という観点から我々視聴者が、まあ身構えてしまって、ウイルスに立ち向かう人の人間としての素の状態を感じ取ることができないと判断したからではないんでしょうかな,ないんでしょうか、えー。そこで我々に伝えたかったのは、 私たち日本国民にコロナウイルスの恐ろしさをもっともっと知ってもらって、個人個人が危機管理に徹してほしいということだったのではないかと。まあ法案の中で先生はこんなことを語ってました。まあ丸一。今から15年前の2005年のことなんですけども、ウイルスが発生、流行すると株価が などがぐーんと落ちて、経済が増しして、社会が機能しないと。まあ、あの、まさに今がこの状態で、まあ、今を予言しているかのようなお話でした。次、丸に、まあ、感染者の数が海,に海外に比べて少ないからと安心して、流行前の海外と同じことをやっていると。それは幻想に過ぎない。なぜならば、ウイルスは 人を選ばないということですね。まあ、3番目として、感染症は、病原体に増えなければ感染しない。これに感染したら死ぬぞということが分かっていれば、人と接触することをやめるだろうと。4番目、ウイルス感染は、年単位で長期性になるということ。5番目、 専門家がいくらコロナウイルスは、コロナウイルスを防ぐことができるよと発信発言したとしてもですね、みんなの実行は伴わないと意味がないと。それをちゃんと一般の人に分かってもらうことが使命であり、先生の存在意義であると。6番目、100年前にですね、流行したスペイン風邪の時と今と比べても、 行動を含めて人間は全然何にも変わってないと。100年経って医学,を医学は進歩したけれども、今のようなパンデミックな感染拡大時には特効薬もなく、やってることは100年前と同じ人に近づかないと。そう先生は重く口を切り、その後ずっと物思いにふけているようでした。 先生自身や医学ではまだ解明できないということへのもどかしさや100年経っても変わることができない人間の愚かしさへのジ,ジレンマだったと思います。しかし番組の最後にですね、ニコッと笑いながら希望はありますと。ウイルスの流行が収束したら大手を振ってみんなでご飯を食べに行ける日が早く来れるといいですねと。 おっしゃっていたことが救いでした。番組の構成も内容も最高でした。機会があればぜひとも見ていただきたいです。皆さん、ご自分の歯大切にされていますか本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。えー、動画アップのモチベーションを維持するために、えー、皆様の温かい応援、 チャンネル登録並び、いいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。